Thank you.
かった。お客様遅かったね。体は大丈夫？お怪我はありませんか？もう喧嘩しても手は出しちゃダメ。私あの人たち嫌い。中で何があったのですか？ミアはシャーリーのことが心配です。博士がシャーリーを覚醒させようとしたところで問題が起きた。ハンナ、博士からレインコール島のことは聞いてるよな？もちろん。レインコール島には悪い奴がいっぱいいるの。お客様、お願いだからあいつらを追い払って。でも敵の数が多すぎるから、行く前にしっかり準備しなくちゃ。行こう。私がイスラール執事のところに連れてってあげる。執事のイスラールは博士の助手なの。へんてこなものをいっぱい持ってるわ。いいものがないか見に行きましょう。はーんな、ミーに何か頼み事ですか？あのね、おっきなポンポンを貸してほしいの。大きなポンポンとは何です？大きいドロイドのことだよ。ポンポンってするの。でも大きなポンポンはおチビちゃんたちには貸せないのです。違うってば。私じゃなくてこのお客様が使うんだよ。お客様が大きなポンポンを使って悪い奴らを倒すんだよ。わかりました。でも大きなポンポンのエナジーは短時間しか持ちませんよ。気をつけてください。私気をつけるね。羊さん、ありがとう。Thank you.
ー。